津山こと結界上第2章「不審死」3月25日午前4時41分東京有明タワーレジデンス有明805号佐々木大輔は浅い眠りの中で長い夢を見ていたうっすらと見えているのは細くて小さな母の後ろ姿だいつも忙しそうに働いていた母だったが笑顔は絶やしたことがなかった その母の笑顔をもう一度見たいと思って近づいてみるのだが、懸命にもがいてもなかなか距離が縮まらない。母さん、振り絞るようにして呼びかけると、母が振り返った。懐かしい顔だった。最後に母を見送ってからもう何年になるだろうか。苦労しか知らないような人生を歩んだ人だった。裏切られても、踏みにじられても、一切の泣き言さえ漏らさなかった。母は笑っていた。昔と変わらぬ笑顔だった。しかし。 その顔が少しずつ曇っていく。とうとう今にも泣き出しそうな表情に変わっていった次の瞬間その表情が完全に入れ替わった似たような輪郭であるが全くの別人になっている目をこするようにしてその顔を見つめる見覚えがあった「近子」かそう問うてみると相手は少し戸惑いまた気まずいような顔をしながらもうなずいた「大介さん」これもまた何年も聞いていない声であった 久々に聞いたはずなのに、本人のものと間違いない声だった。ああ、そうだ、ちか子はこんな声だったな、と思った。しばらく思い出せなかったせいで、今度こそこの声を絶対に忘れたくないと思った。ちか子、今日までどこにいた答えはなかった。その瞬間、今までうっせきしていた思いが、一気に胸から溢れ出てくるような錯覚に陥った。なんであんなことをしたんだその問いかけに、相手は再び下を向いた。なんでだよ。 なじるように大声を張り上げたその声で目が覚めた一瞬自分がどこにいるのかわからなかった仕事机を照らすだけのデスクライトの柔らかい光さえ眩しいくらい部屋の中は真っ暗だった辺りを見回しようやく自分が自宅マンションにいることを確認した原稿を書いている途中ノート型パソコンの上に突っ伏したまま眠っていたらしい空のグラスが机の縁から落ちそうになっていた最後に時計を見たのは午前2時過ぎだったから その後2時間半ほど眠ってしまっったた。ようだったしかし、妙に目は冴えていた。今しがた見たばかりの夢を思い出し、ため息をつく。あの懐かしい声を思い出そうとしてしばらく物思いにふけったが、あれほど明瞭に聞こえたはずなのに、今となってはどうしても思い出せない。仕方なく諦めたものの、今さら改めてベッドに入る気がしないので、再び原稿を書くことにした。佐々木大介が東京経済新聞に入社して、すでに10年がたっていた。 神戸支局で県庁担当として新聞記者のキャリアを歩み始め、その後、東京本社の政治部で5年間勤務した後、シンガポール支局に2年間配属となった。さらにあと数年はシンガポールから出られないだろうと思っていたが、荒田正総理が衆議院の解散・総選挙を行い、荒田内閣で外務大臣の職にあった高島昇が新総理に就任したことで、突然東京本社の政治部に戻されたのであった。編集副部長によると、この人事は、東京経済新聞社の 息地引きととか時に骨董品などと呼ばれている元主筆で現在は会長の菊池吉之助からの強い引きによるものであったそうだが彼自身はそんな時期に本社に呼び戻されたことを苦々しく思っていた唯一の魅力は戻った先のポジションが政治部の遊軍記者ということだけであった遊軍記者は持ち場に拘束されることなく基本的に自由に動いていられる大事件が起きた時は便利屋扱いであるが 東京経済新聞ではは特にに平時には全く自由だ,だから自分の好きなテーマを取材して掘り下げることもできるそのため帰国後の佐々木はそんな遊軍記者のポジションの利点を大いに有効利用しながらあるテーマについて書き続けているカーテンを開けると外はまだ暗かった大都会の高層ビル群の光やネオンのほか東京湾に浮かぶ船舶の光が上空の雲にうっすらと反射している今日もまだ寒そうだなどと思いつつ 部屋の電気をつけてコーヒーメーカーのボタンを押しコンピューターの前に座ったそして書きかけの原稿に目を通した日本の核管理を疑う国際原子力機関 IAEA、e。下手くそであるが優軍記者の立場を大いに利用して書いている原稿につけた課題だいつどのように外に出すか決めてはいないが帰国後個人的にずっと興味を持って追いかけてきたテーマである書き始めた発端は 半年ほど前の社内における記者同士の日常的なやり取りだった社内の資料室で原子力安全協会の資料を眺めていた後輩の記者がこの報告書、妙なことを書いていますよと言って佐々木に翻訳されたその部分を見せたことがあったそこには日本の核管理能力には以前から不透明な部分があり核兵器転用の可能性さえあったが福島の事故によってそれを調査することもできなくなってしまったという IAEA レポートが載せられており 文末はそれでも IAEA は一定レベルの懸念を有していると締めくくられていたその若い記者は日本以上の技術力でちゃんと原子力を管理している国が他にあるかって言うんですよ福島のあれは津波のせいで完全に自然災害だしそんなことで日本の技術にケチをつけられるのはたまらないっすよたく国際機関ってのは暇になると日本をいじめるんですねと興奮していたしかし佐々木の捉え方は違った 直感に過ぎなかったが、がああるるいは何か裏があるか裏もし、れないと思ったのだったた。のだその根拠となったのは、そんな IAEA レポート翻訳文の脚中に小さく記された次の文章であった。東日本大震災の半年後、茨城沖でマグニチュード6クラスの余震が発生、直ちに IAEA の査察官5名が東海村の日本核燃料研究機構に派遣された。その際、査察官らは研究所施設への立ち入りを一時、日本側に阻止されたという一部報道があったが。 それはは事実ではない。日本側は技術的な調査の受け入れを一時的に見送りはしたが軍事転用の可能性を調べるための査察を拒否したわけではないそれから2週間後茨城県知事の要請もあって日本核燃料研究機構は施設への本機関査察官の調査立ち入りを許可している翻訳文にわざわざこのコメントをつけたのは日本の原子力安全協会であるが何か今一つ腑に落ちない文章であったこのことを調べるため 佐々木は日本核燃料研究機構の関係者や全茨城県知事に取材をしたが彼らは一様にノーコメントを貫いたのだ彼らが何かを隠しているのは明白だったそれ以来佐々木は自分のテーマとしてこの報告書の背景を追い続けてきたもしかしたら電力会社や核燃料研究機構をはじめとする政府機関は IAEA、e、に見られてはまずい技術上のまたは安全上の重大な問題点を隠しているからかもしれないと感じたのだ あれだけ安全安心を謳ってきた政府がもし何かを隠していたとすればそれだけで大変な問題になる入れたばかりの熱いコーヒーを喉に流し込みながらインターネットを開けてみる居眠りする前まで見ていた自社のニュース速報ページがそのままになっていた主に原子力関連のニュースであったがその中に「政府海上移動式括弧こ付帯式原子炉の導入を検討」という項目があるのが目に留まった 24日、東京経済新聞。東日本大震災以降最大の懸案事項となっていた全国の原子力発電所の廃炉と再稼働問題に関連し政府は24日地震や津波などの災害に強くテロ攻撃からの防御も容易でありかつ全電源喪失時にも海水の緊急注水が容易な海上移動式括弧こ付式原子炉の導入を検討していることを明らかにした。 陸上の原発に比べても格段に安全性が高いといわれる海上移動式、かっこ付帯式、原子炉は大型の船舶に原子炉を搭載する形で海上に有力、そこから海底ケーブルで陸上に電力を供給するというものであり、すでにフランスやロシアで建造が進められている。震災での津波の影響を受けて、旧来の陸上型原発が甚大な被害をもたらしたという教訓から、政府もその導入を真剣に検討し始めた格好だ。一方、 一石の建造費が2000億円とも言われるこの海上移動式括弧こ付式原子炉については政府与党内にも一部慎重論があり高島総理は時間をかけてそんな身内を説得していく構えだ電力事業連合会の西園直樹会長括弧西日本電力社長は3月に4日同連合会の定例会見において政府の姿勢を歓迎したいとし海上移動式原子炉導入を検討するとの高島内閣の意向を支持していく との強い決意を滲ませた。この記事に目を通した佐々木は思わずため息をついた原発再稼働かと思えば今度は船の上に原発を載せるのか安全安心だなんてこいつら正気かよ佐々木には福島であれだけの災害を出したにもかかわらずそれでもなお原発再稼働に血まなくになる人々の気が知れなかったその時突然コンピューター脇で充電を完了していた携帯電話が鳴った画面を見ると 中村 D と表示されているデスクの中村からだった入社21年目で今年43歳になる調子ばかり一社内有数のゴマすり男だまったくこんな時間になんだと思ったおはようございます佐々木ですわずかに嫌味を込めて挨拶をしたおおなんだよ電話とんのが早えなこんな時間に起きてたのか自身も起き抜けのせいで半分まだ声がしゃがれている中村が ちょっとびっくりしたような声を出した「ええおい大事件だぞ」その言葉に記者としての本能が頭をもたげた「はい何でしょうか」そう答えた佐々木に向かって中村が発した言葉は衝撃的であった財務大臣の岡本さんが地元で死んだ自殺だ「ええ!」神経が一気に高ぶりそれ以上の言葉に詰まる「当は中央新聞のスクープだ」「今朝の一面に出てる」「佐々木の反応を聞いて」 中村もまたたた。一層目覚めたようだっなぜですか知るかよ。まったく、途中の連中に出し抜かれちまった。中村が吐き捨てるように言った。いつですか昨夜べく、日付が変わったあとらしいんだよ。グランドカッスル大阪の1905号室で首吊りだそうだ。電話の向こうでせわしなく髪をめくる音が聞こえる。中村が数年前に新築した庭付きの家は東京23区外だから。 長官の最終版はまだ届いていないはずだだとすればおそらく本社から送られたファックスをめくっているのだろうしかし途中はどうやって間に合ったんですか14番ですよね日付が変わってからの事件じゃ長官にはほとんど無理でしょうだからそれを調べに行けと言おうとしてたんだ大阪本社の坂本が現場に向かっているから応援部隊で行けそういうことですか購入は Amazon で「結界」と検索してください